2月11日からスタートしたバンプオブチキンのライブツアー、ビーゼアー。こちらがビーゼアーのキービジュアルになります。キービジュアルのライブグッズも発表されました。しかし、これらのグッズはツアーの初めから発売していたわけではなく、4月1日の長野公演からの発売でした。なぜ4月1日からの発売なんでしょうか。それは新曲、窓の中からが4月1日にリリースだからだと思われます。窓の中からには、キービジュアルにあった歌詞が登場します。その歌詞がこちらです。銀河に浮かぶすごく小さな窓の中から世界を見て生きてきたここにいるよ。キービジュアルでも銀河の小さな窓の中から見ていますね。また、ビーゼアー、そこにいるに対して歌詞ではここにいるようになっていますね。